じゃあ、まあ、物理っていうのをちょっと、まあ、勉強し始めたというか、まあ、中学の頃からいろいろやってたと思うので、で、まあ、その話をしていきたいと思います。私は、理論物理、をしています。で、ちょっと単刀直入に聞きますが、物理って面白いっていう質問をしたいと思います。多分、こう、公式を覚えてですね、暗記するだけの科目じゃないかって思ってる人もいっぱいいるような気がします。それで、こう、大学入試とかですね、まあ、高校入試終わったばっかりかもしれませんが、今度は大学入試に、突破するために、なんか、いろいろ公式を覚えなきゃいかんと。で、そんな、まあ、皆さん、思いがあると思いますが、まあ、今日のこれからの目標は、今日の目標はですね、この物理が暗記科目ではなくて、まあ、この本質の美しさを知る楽しさっていうのをですね、まあ、少しでも伝えられたらなと思います。まあ、時間ももうあんまりないんで あれですけど、じゃあ早速ちょっと受験勉強終わった後でまた今度は受験勉強の話ですが、これ大学入試の問題です。これセンター試験の問題ですね。で、どんな問題かっていうと、なんか屈折率っていう話です。で、これを解くためにはですね、このスネルの公式っていうのを、まあ、覚えなきゃいけない、解けないんですね。解けないと。で、この公式ですよ。こう見てわかると思いますが、こんなのが面白いのかって言ったときに、まあ、どうでしょうね。まあ、今、先生の手前、面白いって言わないといけないのかもしれませんけど、まあ、僕は全然面白くないです。まあ、僕が受験生だった時も、まあ、全然面白くなかったですね。で、今の、式ですけれども、こんな感じです。例えば空気中から光がこうやってきて、水の中にこう入り込みます。で、ここの角度をシータ、下の角度をセータと名前をつけると、屈折率っていうのが、このサインシータオーバーサインファイみたいにかけて、上が、空気中の、光の速さ、下が水の中の光の速さっていうことになります。まあ、この式ですよ。これ、この式を覚えてなかったら、まあ、解けないわけです。大学に入れないと。もう、覚えなきゃしょうがないですよね。面白いかということです。で、これ、ちょっと見ると、少し、まあ、意味がちゃんと分かっていて、これ、分母が、水の中の光の速さで、分子が、空気中の光の速さです。だから、空気、例えば水の中、水の屈折率は、ここに書いてあるけど、大体1.3くらいですかね。空気中によりも1.3倍遅くなると。光の速さは、空気中にのスピードよりも1.3倍、大体、遅くなりますっていう話です。で、それ物質によって違うんですね。いろんな物質、例えばこれ、なんだろう。なんか、偽物のダイヤモンドを持ってきたときに、こう鑑定士がこれを見たら、あ、これはダイヤじゃないですねっていうことが分かります。そういうのを判定することができるんですね。さあ、で、こうなんか、プールとかに行った時に、なんか浅いプール、まあ海でもいいんですけど、足がカクッとこう折れ曲がって見えませんかね、上から見てると。一緒に遊んでる時に、お前の足、あ、曲がって見えるぞと。で、それはまさにそんな感じで、こう足がこう、ここにこうあるとするでしょ。カーソル見えるかな。で、それが実際にはここにあるのに、上から見たときにはこの位置に見える。だから、曲がって見えるわけですね。まあ、こんな感じ。で、中から出てきた光、今度逆に、水中から出てきた光っていうのはこんな感じで折れ曲がっていくわけですね。だから足がこう、本当はここにあるのに、この上の点線の位置に、僕たちは光はまっすぐ来ると思って見えますから、上の位置に見えるわけです。で、例えばじゃあもっともっとなんか屈折率が大きいものになると、とか、こう角度がこういくと、中から光が出てこれなくなるでしょ？そうすると、これ屈折率が大きくなるってことは、中でスピードがどんどん遅くなるってことだから、より外に出れなくなっちゃうんですね。で、ダイヤモンドなんて1.5くらいあるので、一回入った光っていうのは、外になかなか出てこれなくなります。だから、こう、ね、女性を魅了する、
美しい光、怪しい光がこうあるわけですね。なってるわけです。まあ男性も魅了するわけです。そう、ダイヤはほら 2.42 ですからね。2.42 倍です。で、まあここまで来て、ちょっと面白くなりましたかっていうことですけど、この公式覚えたくなりますかっていう質問ですが、どうでしょう。まあ僕はそうじゃなかったですね。まあこれに、このイラストは、まあ、僕の昔の受験時代ですかね。まあ面白くなかったです。じゃあここで皆さんにクイズです。突然ですが、海辺で歩いてた時に散歩していたら、溺れている人を発見しました。さあ、一刻も早く助けなくてはいけません。さあ、どうしたらいいでしょう。どんな経路をたどって助けたらいいと思いますか。現地にいたら当てられるんだけど、どう思います。ヒント。ヒントは陸上の100メーター走の記録と水泳の自由形の記録を比べてみましょう。陸上だったら、ボルトでしたっけ ?9.7 秒くらいでしたっけ。でも自由形ってまあ40何秒くらいですよね。どんなに速くても。水の中の方が遅いですよね。だから、こう、まあ、溺れてるのを見つけたときにもう一刻も早くってそのまままっすぐ直線の距離を走ってそのままザブザブって行きたくなるんだけど、ある程度長い距離を走ってから短い距離を泳いだ方が絶対に早くたどり着くことができるんですね。で、まだ微分習ってないと思うんですが、これから微分を習うよう習ったらぜひやってみてください。最短時間で助けなさいという条件だけから、まあ、具体的な計算は1回微分するだけです。さっきのスネルの公式はちゃんと出てくるんですね。つまり光くんっていうのは何でか知らないけど、最短時間をたどる経路を知ってるんですね。これはすごいです。で、多分ですね、この公式を覚えた後で自分でこの公式を微分して出せたら、多分ものすごく面白いと、感激すると思います。ぜひやってみてください。で、こういうことが何がいいかっていうと、さっきのスネルの公式を出すだけじゃないんですね。これは本質を知るっていうことです。本質を知ると何が面白いか。例えばこう高速道路とか、すごい晴れた日の高速道路とか、カンカン照りの日には、こう、運転してると、まだみんな運転できないと思うけど、水たまりが見えることがあるんですね。水たまりに見える、こう、蜃気楼みたいなやつ。これなんで見えるかっていうと、これまさにそんな感じ、今の説明ですごくうまく説明できるんですね。なんでかっていうと、すごいカンカン照りだから、アスファルトの表面は、水蒸気の成分が全然ないんですね。カラッカラに乾いてるわけです。でも、だから水蒸気っていうのはむしろ空気中のが多いわけです。そうすると、この A 地点から出た光っていうのは、水の中をザブ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 泳いで B 地点に行くよりは、なるべくカラッカラなところを走っていった方が早くたどり着けるんですね。そうすると、でもこっちからこう出てきた光っていうのは、僕たちはここに映って見えるはずですから、下から見えてきた光はそこに何かがあると僕たちは絶対目には映るわけですよね。なので向こう側のビルとか、本当はでもその光っていうのはこういう曲線をたどってやってきていると。で、向こうの空が映ったりとか、そういう現象になってるわけです。将来ドライブして、恋人と一緒にドライブしてるこういうのが見えたら、これはフェルマーの定理っていうんだよって教えてあげてください。きっとデートが全然盛り上がらないかもしれませんね。はい、でこの曲線も、計算することができます。こう橋をこう、釣っているような線になります。そんな計算もできます。で逆に蜃気楼って言ってね、こう上に浮かんで見える現象があります。こう富山なんか有名ですが、有名な話、北海道の釧路あたりだと船がこう持ち上がって見える。これは逆に、水面の方が水蒸気が あんまりないんですね。上に行った方が、空気の上に行った方がカラカラに乾いてると。だから上を通っていく。なので向こう岸が浮き上がって見えるんですね。これも同じ現象です。どうでしょう。あんな、つまんない公式、つまんないって言ったらスネルさんに失礼だけど、まあ、高校ではそれしか教えてもらえないと思いますが、より本質的なことを理解すると、もっともっと面白いっていうことがわかると思います。
もう本質の原理を知ると多くの現象を説明できる。でさらになんか物理現象を予言することができるんですね。でちょっとここは置いておいて、じゃあ、ちょっと時間がもうあんまりないので、少しですね、数学の例を見せたいと思います。まあ、僕は物理学者なんですが、物理と数学ってのはすごく、密接に結びついています。数学の検証菌の問題の中で、2つは物理の問題なんですね。数学のものすごい難しい、ドナルドソンの定理っていう100ページくらいの論文があるんですが、それは物理で解くと、まあ、たった4ページで証明できるんですね。まあ、ちょっと話をしてみましょう。これ幾何学、皆さんも、よくやってる話だと思います。3センチ4センチ5センチの三角形があったとしましょう。これ、三平方の定理、ピタゴラスの定理が成り立つもんですね。3、4、5です。で例えばフランスでリサちゃんが書いた3、4、5の三角形、それは、青色でなんか香りもいいやつ。で日本で太郎くんがこの緑色のわらばんしの上に書いた3、4、5の三角形があります。で、これ誰が書いたか、どこで書いたか、香りはどうか、匂いはどうか、同じこと言ってますが、などなどに目をつぶったので、そう、詳細、一切合切に目をつぶったので、この 3平方の定理、3の次乗足す4の次乗イコール5の2乗っていうのが発見できたわけですよね。もう誰が書いたとか、その時の気持ちはどうだったかとか、そういうことをずっと考えていたら、それは発見できなかったわけです。そういう詳細を考えるっていうことは、むしろ文学とかではもうもちろんすごく大事なことですが、数学、自然科学をやる上では、逆に目をつぶると本質が見えてくるっていうことがあります。これで、皆さんがやっている、まあ、幾何学ですね、三角形の性質とか、四角形の性質とか、二等辺三角形の底辺の角が等しいとか、中点なんちゃらの定理とか、いろんなことやりますよね。まあ、たくさん受験勉強でもやってきたんだと思いますが、これはユークリッド幾何学というものです。じゃあ、もっと目を閉じたらどうなるのっていうことを考えたくなるでしょ。やっぱり数学を考えてると、もっと考えたくなるわけです。じゃあ、例えばですよ、この3、4、5センチの、段ボールで切り抜きましょう。でここに光源を持ってきましょう。なんか、プロジェクターを持ってきます。まあ、ろうそくでもいいや。で、この後ろにいろんな角度でこうスクリーンを置いてやります。そうすると、映った先の三角形っていうのは、もはや3、4、5ではなくて、もういろんなひしゃげた形になっちゃいますよね。それでも、もともとのこの形は一緒だと思うと。でこうやってしまうと、もはや直角三角形とか円とか放物線とか三平方の定理という言葉自体に意味がなくなっちゃうわけです。中点なんちゃらの定理とか。あ、それは残るかな？ちょっとわかんないけど。実はですね、こんだけ目を閉じてしまって、これら同じもんだともう思いねえと思ってしまう。もうもはや目をつぶる。どこに、さっきみたいに、今度はどこにスクリーンがあるかに目を閉じて、目をつぶってしまって、この三角形は同じもんだと思ってしまうと。そうすると、今度は新しい数学ができます。これが遮影幾何学という、もうちょっと進んだ、本質が見えてくる数学です。じゃあ、究極に目を閉じたらどうなるのかっていうことを考えてみましょう。もはや三角形とか四角形とか、もうどうでもいいように思うことにします。ただ単にプチッとこう粘土をプチッとこう切ったりしない、隣り合うところは隣り合うところにこう移り変わると、隣り合う点は隣り合う点に移り変わると。でその時、じゃあそういうふうにもう目を閉じちゃおうと、もう三角とかどうでも映画やと、その時にじゃあ残る性質は何かなっていうのを見ていきましょう。そうした時に考えられるのはおそらくですね、次元です。次元って何かっていうと、例えば点は0次元ですね。もう閉じ込められちゃってどこにも行けない。線っていうのは1次元です。1次元っていうのはもう前後の方向には行ける。このセンチメートルの肩の上に本当は1がついている、この1ですね。で、面は平方センチメートル2って書くでしょ。で、こういうのは2次元です。横と縦方向に行ける。で、まあそういうもんだと。で、その次元を数えてあげましょうということをしてみましょう。さあやってみます。皆さん頭の中でやってみてください。まずこっち、三角錐があります。三角錐に点の数いくつありますか？まあ、頂点の数ですね。
1、2、3、4つですね。4つあります。じゃあ、線の数いくつありますか ?1、2、3、4、5、6。6個ありますね。じゃあ、面の数は、まあ、4つですね。じゃあ、サイコロはどうでしょう。サイコロはどうかな。サイコロは、その前に、これ、4と6と4っていうのがありますが、これを、奇数次元、1次元のものはマイナスで足すということを考えてやります。そうすると、4-6+4、答えは2ですね。2っていう数が出てきました。じゃあ次、こっちはどうかな？これは点の数、1次元の数は8個ですね。で、線の数は12個です。面の数は6個ですね、サイコロなので。で、同じような、8-12+6っていうカウントをしてやります。そうすると、やっぱり2なんですね。で、2っていう数が出てきました。実はこれ、どれでやっても同じ2になります。で、9っていうのは、これなんかこう、ちょっとずつなんかこう、表面、ツルツルに見えるけど、本当はこう、ね、線みたいに平面が重なっていると思ってもいいので、すごい細かい、まあ、このサッカーボールのこの、立体、この、なんだ、図形を細かくしていったら円になるので、円も円じゃない、球も2です。で、お椀なんかはこう、ひしゃげてやればいいので、これも2ですね。で、この2ってなんだって思いません？2ってなんだと。さあ、ここでまたちょっと話が変わりますが、これ気象庁のホームページから持ってきました。風向きっていうのをこう書くことができますね。矢印を書くことができます。さあ、地球、ここで見ると、無風地点がどうしても1個できちゃうの分かります？こっち向きにあるのとこっち向きあるから、台風の中心はどうしても無風地点1点出てきちゃいますよね。どうあがいても出てきちゃいます。じゃあ地球上のすべての地点の上に風を吹かすことができるかということを考えてみましょう。どうですか？ちょっと考えてみてください。こっち向きとこっち向きが隣り合っていたら、どうしてもこうなんか連続してやっていくと無風地点が出てきちゃいますよね。そういうことをこう思い浮かべてやってみる。で、地球の上、すべての地点の上、すべての地点の人に風を吹かすことができるかっていうのをやっていきましょう。まあ、偏西風みたいにこうやってやる。あるいは北極の方からこうやって南極に向かってやってやると。やってやろうとしても、どうでしょう。絶対にできないですね。どうしても2地点吹かすことができません。この2なんですね。この2なんです。これ、ベクトル場と言いますが、この2なんです。これ全部、無風地点が2個ある。全部仲間です。で、こういう数学は、トポロジーと言われています。じゃあ穴を開けたらどうかなっていうのを考えましょう。穴を開けるときには気をつけなきゃいけないのは、こういうところにちゃんと線をつけておいてやらないといけません。上に。なんでかっていうと、穴の開いたこの一つの面っていうのは、1次元か2次元かよくわかんないからです。これ二次元っぽいよね。この穴がちっちゃかったら。でも今連続にこう引き伸ばしたりできるって言ったので、この穴をすごく でっかくしていったら一次元っぽいじゃない？なのでこれ一次元か二次元かわかんないので、こういうのはよくわかんなくなっちゃうから、ちゃんとこういう線を引いといてやります。で、ぜひ、この後カウントしてみてください。頂点の数は16個。一次元の数は、線の数は32個。二次元の数は16個になります。足すでやると0になりますね。そうです。ドーナツの上に風を吹かすことができるかって言ったら、できちゃいますよね。無風地点がないわけです。全部0の同じ仲間です。ドーナツも一つの取っ手のあるものも0の仲間です。無風地点が一つしかないやつ。こんな風に、これさ、今の話って、三角形とか中点なんとかとかそういうことにずっと気にしてたら絶対に見えてこないでしょ？目を閉じたからこそ見えてきたわけです。誰がどこで何に書いた何色だとかそういうことを向きはどうだとかそういうことを無視したのでユークリッド幾何学っていうものがもう何千年も前にできました。でも何千年も前ですね。で、その後もうちょっと目を閉じてやるとアフィン幾何学でさっきやった斜影幾何学っていうのが出てきて最後はこのトポロジーというものになります。
目を閉じるほどすごく大事な性質が見えてくるんですね。なんか生物にちょっと似てませんか？肌の色とか目の色とかそういうことで全部無視して、そんなのに目を閉じたら人っていうものが見えてくるでしょ。で、もっともっと目を閉じて赤ちゃんで生まれるか卵で生まれるかっていうと、赤ちゃんで生まれてくる哺乳類、まあ、人も猿も同じも目を閉じちゃって同じ赤ちゃんで産むよねってやると、今度、そういう哺乳類とかそういう性質が見えてくるわけです。で、今度はじゃあ背骨があれば、まあ、魚も哺乳類も爬虫類もみんな同じだと思っちゃえっていうことで、脊椎動物っていうものが見えてくる。で、そうすると、背骨があるかないかっていうのは昆虫はないですよね。それは受精卵になった時に初め肺ができますが、肺がわーって細胞分裂してそのままこうそれが閉じてギューって中に入り込んだのは、背骨になったものがこの脊椎動物で、逆にこう背骨みたいになるものが殻、外側に行ったものが、昆虫になるわけですね。だそういう本質が見えてくるわけです。こういう分類もね、目を閉じるほど、本質が見えてくると、そういうものがあります。でもうちょっと、まあ、あとちょっとだから、まあ、最後にちょこっと言いましょう。このモノポールっていう話があります。この磁石の線と磁力線ですね、電気力線ってそっくりでしょ。でも、電気はプラスとマイナスでこう分けられるけど、N 極と S 極ってここでトンカチでぶったたいても、また N と S が出てくる。またこれぶったたいても N と S がこういつまでたってもペアで出てくるわけです。これは中学くらいの時に、なんか、先生に質問したら、もうそうなってんだから、お前覚えろよと。自然界はそうなってんだから、ちゃんと女死のもの言わずに覚えろよと言われた、怒られた覚えがあるんですが、まあ、怒られた気がしてるだけかもしれないけど、まあ、先生が怒るかもしれない質問です。でもそっくりでしょ？これなんかさ、怒られても僕なんかはずっとなんかやっぱりあるんじゃないかなって思い続けてました。まあ、高校の時もなんとなくなんか背後にあるんじゃないかなと思ってました。まあ、こんな風にね、ぶったたいても。でもそっくりなわけですよ。ところがですね、これ実はこの個別に N 極の単体とか S 極の単体っていうのがあった方が自然なんですね、実は。でむしろあるべきなんですね。で、これ、まあ中学生が怒られるような質問をですよ。まあ世界の最先端の研究では一生懸命見つけようとしています。もう見つかったらもちろんノーベル賞です。今日帰りに電車に乗る前に校庭に落っこちてたら、それを発見したって言って拾ってやったらもうノーベル賞をもらえるわけです。で、これ何が面白いかっていうと、例えばこの、まあ、名前もモノポールついてるんですが、宇宙に1個だけでも存在するとですよ、この電気の素量っていうのがあることが証明できるんですね。宇宙に1個でもあればいい。何を言ってるかっていうと、電気の単位って何とかクーロンって言うじゃないですか。数学では 0.000000 ってこう0が100桁続いて1クーロンとか、いくらでも考えることできますよね。どんなにちっちゃいクーロンって考えることもできるでしょ。ところが、この自然界、この宇宙には最小単位があるんですね。これ以上分解できないクーロン。最小単位があるわけです。まあちょうど効果がさ、お金があるじゃない。日本円だったら1円玉よりちっちゃいものないよね。数学的には為替取引とかで何銭、1円何銭とかって言うけど、でも効果としては1円までしかないわけ。それと同じように電荷は電荷、電気の素量、電気っていうのの単位として数学的にはいくらでもちっちゃいものがあっていいんですね。ところが実際にはないんです。この1円玉に相当する最小単位があります。で、それがあることが、モノポールが宇宙に1個でも存在すれば、そうじゃなきゃいけないっていうことが証明できます。なので、そういう意味でもすごく面白いんですね。もちろん間違いなくノーベル賞をもらいます。なんかまあ変わった話だよね。中学生が怒られるようなことが、まあ、世界 最先端では一生懸命みんな勉強してるわけです。で、他にもちょっといろいろ用意してきたけど、あと5分で どうしたらいいのかな、30分まで話していいのかな。まあ受験これからなんかいろいろやると思いますが、例えばこう振り子の問題なんていうのがあると思います。で、ここでこう出てくる物理の量っていうのは、まあ、この長さですね、それからこいつの質量、それから重力の定数、
重力がこんだけ引かれてるよ。で、そうして、こう入試問題とか見ると、必ずこれはめちゃめちゃちっちゃい振動に限りますよっていう問題になっています。必ず書いてあります。なんでそうかというと、これがその、運動方程式ってやつですが、それがちゃんとうまく解けないから。解けるんですよ。楕円積分ってやつをやれば解けるんですが、高校の範囲では解けないので、解けないのでこれを言っています。だけど、実はですね、これ今物理量として、これは長さでしょう。長さを持っている。これは重さを持っている。これは加速度っていう速度の時間変化の次元を持っています。この3つのものから時間を表す組み合わせを調べましょう。すいません。っていうことをやると、これは一時的に解けちゃうんですね。だからもう必ずこの形にしかならないって言ってるわけです。何を言ってるかっていうと、あなたの身長何センチですか、どのくらいですかって聞かれたときに、いや、僕の体重は500キログラムですって答える人は、それはちょっとダメじゃん。ね。駅まで何キロですかって聞かれてるのに、そうですね、2キログラムですって答えるのはダメでしょ。で、入試問題とか答え見ると、こう、選択式になっていて、いろんな選択することがあるけど、ちゃんと答えてるときに、今、時間はどのくらいですかって聞かれたときに、時間の単位になっている答えっていうのはほとんどないんですね。だから、センター試験なんて簡単に解けちゃいます。ちょっと、ここからまだ面白い話あるんですが、ちょっと今日は、残念ながら、早く終わっちゃった、時間なくなっちゃったので、これで終わりにしたいと思います。僕は、素粒子物理という、まあ、南部先生ってご存知ですかね。南部先生の、まあ、まな弟子なんですが、ノーベル賞を取った先生です。もう物理の世界では、ものすごく有名な人です。アメリカでは10年先から来た男と言われて、まあ、大阪がゆかりの地ですね。大阪市立大学にもともといたわけです。まあ、とにかく、これから高校生活が、ごめんなさい、続くと思いますが、まあ、今しかできないこと、たくさんですね、楽しんでください。で、まあ、こういう話に興味があったら、まあ、僕、本書いていて、まあ、もしよかったらですね、この丸善から出ている本がありますので、まあ、高校の先生にちょっと買ってくださいよと言って、買ってください。まあ、1冊買うと僕に100円くらい入ってきます。それから絵本も、昨年2つ書きまして、この実は、まあ、今日言いたかった話は、ミクロの世界を探求していくと、この実は宇宙が見えてくるんですね。まあ、そういう研究もしています。で、お金かけたくない人は、実はこの、一般講演、今日みたいな一般講演を YouTube でも、まあ、公開しているので、まあ、もしよかったら、今日の宿題としては、チャンネル登録をしてくださいね。で、おしまいにします。何か質問あれば。受けたか受けないか全然わかんないけど。チャンネル登録ちゃんとしてくださいね。